はい、皆さんこんにちは。時間割の変更連絡って結構面倒じゃないですか。担任の先生とそれから変更者に、まあ、それぞれね連絡しなくちゃいけないので、そこで Google クラスルームを使って一斉に全員に連絡するスクリプトを作ってみたので紹介したいと思います。で、まず最初に準備するのはこの時間割変更というクラスを作って、それからメンバーにここの教師のところは時間割専用のアカウントを一つ作っておくと良いかと思います。それから生徒の方にこれ自分も含めたこの先生を入れておきます。で、ここでは一応4名の先生、織田信長、それから徳川家康、豊臣秀吉、明智光秀を入れておきました。それでは早速時間割変更の連絡をしてみたいと思います。で、後で説明しますが、この Google クラスルームからこの Google フォームを自動的に生成されます。それでは早速授業変更を送信してみたいと思います。はい、まず担任を織田信長とします。はい、次へ。で、授業担当者を徳川家康として、授業の日付を例えば3月の10日。で、何時間目、2時間目。それから授業名、例えば1年1組の国語としましょう。で、次へ。で、今度変更相手の授業担当者、まあ、これを豊臣秀吉としてあげます。で、ここでは例えば3月18日、この日に変更すると。で、何次元目かということで6次元目。で、授業名は1の1の、例えば数学とかしましょう。で、これで次へ。で、あとはこの備考なんですけど、まあ、ここには例えば体育の場合は体育館の変更とか、あとはまあ歩行の場合には歩行の担当の先生の名前入れたり、あとプリントだとかある場合にはここに書くといいかと思います。はい、それでは送信します。はい、それではそれぞれ織田信長、徳川家康、豊臣秀吉にどうやって届いたか見てみましょう。はい、それではまずは担任の織田信長にはこのようなメールが届きます。はい、メールが届いているので開きます。そうすると、はい、3月10日2限目1の1数学豊臣秀吉先生だよと。それから3月18日は6限目が1の1国語徳川家康先生になったよというふうになります。豊臣秀吉先生にはこうですね、変更前が3月18日の水曜日の6限目だよと、これが3月と火曜日の2限目の数学になったよというふうに届きます。それでは徳川家康はどうなってるかっていうと、この場合には3月と火曜日2限目で、変更は3月18日ということで、まあ、このようにそれぞれ担任と変更者に必要な情報がメールで行くようにしました。それでは早速このスクリプトの使い方の説明をします。まずこの YouTube の概要欄の URL をクリックしてください。はい、そうすると時間割変更連絡というのが出てきますので、コピーを作成をクリックします。コピー時間割変更連絡が開きましたら、まずはこのクラス一覧取得をクリックします。で、承認が必要と出ますので続行をクリックして、で、メールアドレスをクリックして、それから許可をクリックします。はい、これで準備ができました。で、メニューに時間割変更と出ていますので、ここでまずはクラス一覧取得をクリックします。で、ここに出てくるクラスというのは、この Google Classroom のこの一覧です。はい。この一覧が出ます。で、今回使うのは時間割変更だけですので、この2つは消してしまいます。で、必ず時間割変更は、この2番目の先生、上から2番目。はい。クラス ID も必ずここに配慮してください。これが、例えば下にこのように入っていると正常に動きません。では早速 Google ホーム、これを作ってみたいと思います。ここの時間割変更からホームの作成で、しばらくするとホームができます。
はい、時間割フォームが作成できましたということなので、 Google ドライブを開きます。はい、それではフォームを開きます。で、ここのタイトルですが、一応まあ作成日時ぐらいは残して、あとは消しても良いかと思います。はい、で、次にこの Google フォームを送信した時に、このメールを送るスクリプトをこの中に埋め込みます。はい、この埋め込み方はここのメニュー、送信の隣のメニューでスクリプトエディターというのがあります。はい、これ開きましたら、一度これ全部消して、先ほどのスプレッドシートに戻って、このスプレッドシートのシート1の隣のこの Google ホームのスクリプトエディターに貼り付けるというのをクリックします。そうするとこの Google ホームに貼り付けるスクリプトがありますので、これを、はい、全部下まで持ってきて、ここまでですね、66まで、はい、持ってきてコピーします。はい、コントロール C でコピーしたならば、はい、先ほどのスクリプトにコントロール V で貼り付けます。で、貼り付けたならばここで保存をします。はい、プロジェクトを保存と、はい、そして一度実行します。はい、そうすると権限を確認とありますのでクリックします。メールアドレスをクリックして、はい、許可をクリックします。はい、で、ここにエラーが出るんですが、これは気にしないでください。で、次にメールを送信した時にこのプログラムを動かすようにするので、ここのところにあるここですね、トリガー、はい、この時計のマークをクリックします。で、トリガーを追加。で、このウィンドウが開いたならば、イベントの種類を選択でクリックして、ホーム送信時をクリックします。はい、これで保存をします。はい、そうすると、もう一度承認をする画面が開きますので、メールアドレスをクリックして、許可をクリックします。はい、しばらくするとここに新しいこのトリガーが追加されました。で、ここでもう一つちょっと面倒なんですが、学校によってなんか時刻が日本時刻になってないケースがあるので、ここですね、はい、ここのプロジェクトの設定、プロジェクトのこの歯車マークですね、これをクリックして、で、これですね、で、ここの一番下の Apps スクリプトというところにチェックを入れます。はい、それでここスクリプトエディターですね、エディターを開いてあげると、はい、今この Apps スクリプトというのが表示されますので、これをクリックして、ここがアメリカニューヨークになっていたら、はい、ここをアジア、はい、東京にしておくと良いかと思います。で、最後にこのコード GS をクリックして設定完了です。はい、いかがでしたでしょうか。メールが禁止されている、まあ、学校でも、まあ、先生だけでも Gmail を活用すると、まあ、こんな便利な使い方ができますので、ぜひとも先生だけはね、 Gmail を使ってくださいというふうにお願いするといいかもしれません。それではまた。じゃあの。